はい、こんにちは。僕は彦左衛門で、これは日本ウォッチでございます。さて、今日はですね、自分の大好きな、RSS とかブログとか読んでるところで、ちょっとハテナブックマークの中で一つ見つけたのは、YouTuber のレベルと、底辺 YouTuber の特徴っていうブログなんかちょっと見当たったんだけど、リンクはこの動画の下にあるんだけど、ここのブログは、そういう YouTuber に関して、その登録者の数とか、そういう、もういろんななんか、そういう、まあ、ある意味で偏見持たせるような、種類に分けてるんですけど、まあこれでもちょっと面白いと思って、この読んだ日本語のブログのきっかけはちょっと読んでると、これはスパーって雑誌がなんか1月末のものに僕は自分で見なくちゃいけないんだけど、一応なんかそこの YouTuber に関しての取材と特集をしたらしい。なんで YouTuber そんなに気にされるんだろうね。まあちょっと変人扱いかよくわかんないけど、まあとにかくその中でそういうYouTuber 分析、ちょっと怖いな、分析されるって分析があって、でその結果としてもう断層的に YouTuber レベルとそこの各レベルの特徴が発表があったようで、まずそのレベルは何なのか、下から言うと7段目のレベルが底辺です。はい。ちょっとあんまり使わない言葉だよね。でもとにかくそれ登録者10人未満。まあつまり YouTube チャンネルを持ってる。もしかして1個2個動画あるかもしれないけど、まあ小さくそんなにいない。そしてなんか次のレベルは、もう横スラッシュ底辺ってことが、それ100人未満。でも100人でも僕はよく懐かしく覚えてて、それまだまとめ頑張ってる人結構いると思うんだけどね。それで1000人未満、もうこれはアマチャーという層になって、5段目の層 でその上にちょっと置かれてる、ちょっと厳しい書き方だけど、超えられない壁って書いてるんですよね。それもちょっと厳しいけど、まあでも確かにね、そういう1000人未満と1000人以上の扱いがあると、あと1000人以上にの扱いになると、これは中堅っていうレベルで、もう各レベルに対して説明があるんだけど、それで自分のチャンネル、はい、3万人登録者としては、1万人以上で、10万人未満。まあ、これ、セミプロかな。まあ、確かに。僕はまだアマチュア精神に近い気がするけど、でもまあ、確かになかなか、まあ、見る人がいるし、集めてるし、セミプロという扱いで。動画一緒によく作ってるギミアブレイクマン、彼はプロ級に入る、最近10万人超えたんで、くそー、なんで彼が10万人で俺が3万か、かっこいいしね、喋れるし、しょうがないよ、はい、大丈夫だ、よしよし。とにかくプロは10万人以上 で、これ昔だったらこれ多分神レベルだって言ったものだったけども、最近の YouTube やっぱどんどん規模がどんどん大きくなってるから、最近神レベルっていうのは100万人以上の登録者、日本のいてもう神って何人いるかな、そんなにいない、ヒカキンかな、それで神もっと神にした人いるけど、まあまあまあ、はい、代表として、はい、じゃあこうします、セミプロ自分だけど、はい、っていうレベルがあってあ、でもまさにヒカキン出てきますね。4チャンネル500万人か、毎回見るともう本当莫大してんだよね、すごいな。ビートボックスできないし始めないからしょうがないです、僕はもう死ぬまでセミプロで OK。 まあとにかくちょっと面白い内容で、結構細かくその各レベル の、 編集するかしないか、再編するかとか、そのプロレベルとか、なんか各レベルの特徴があるから、もうこれは自分でもこれからゆっくり見るけど、リンクはこの下にあってぜひチェックしてください。ちょっと面白い話題たちとして、もうみんな YouTuber としてもね、ちょっと面白いかもしれないので見てください。はい、以上で、また見てください。ピース。